白気づけです。よろしくお願いします。新しいなんかあれがついてる。いいね。はい。今日も神のご加護がアランコとシスタークレアです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。早山です。皆さんおなじみみたいな。はい。はい。もう、枕言葉いらない。そうですね。はい。枕などいらない。なるほどね。はい。路上で寝ます。はい。ということでですね、今日はあれ。2階のニュイちゃんがおなんか空席じゃん。いませんね。どういうこと？あれ？ダービーでしょ？あいつのBMC 番組でしょ？入れちゃった。というわけで、はい、最初のドッキリはこちら。ニュイソシエールはどれくらいドッキリに敏感になっているかドッキリ。なるほど。なるほどね。はい。実は今先週放送された3本目の収録の直前なのですが、うん、これからニュイちゃんに10個の細かいドッキリを仕掛けていきます。あ、なるほどね。ドッキリ番組の MC なんだから気づくはずということで、私を含む3人で何個ドッキリに気づくかを予想します。何個か。なるほどね。どうなるかな、うんうん、そしてね、はいはい、仕掛けるドッキリはこちら。1個目、番組からの差し入れが佐藤のご飯。まあさすがにおかしいかさすがにおかしいか。でもまあなんかちょっと持って帰ってください的な感じなのかなって私だったら思って、はい、2番目、ニュイソシエールに番組の雰囲気にそぐわない衣装指定が入る。なるほど。3つ目、クレア様の自己紹介がちょっと変、うん、なるほど。なるほど。どうなんだろう、これね、はい、今考えちゃいましょうっていう。あ、2人が考えてくれるってこと？はい、なるほど。いや、なんか巧妙に騙したいよ。巧妙、なるほど。なんかありえそうで、ありえないぐらいの。あ、じゃあそっち系でいきたいですね。うん、最後に掛け声で、うん、成敗って。成敗絶対バレるやん。枕言葉、ちょっと八代先輩に巧妙なの、うん、考えてもらおうかな。どうしようかな。神のご加護でしょ。はい。神からの祝福とか、うん、あの御霊が御霊御霊が御霊が神玉でいくか、うん、神玉何が起きた神玉神玉成敗ですね。本当神玉成敗か。成敗したらあかんだろ確かに成敗したらあかんでしょ、うん、成敗バレるじゃんバレちゃうかもしれないから神玉神様、うん、本当？人参お会いし、人参お会いしましょう。神様、今日も人参お会いしましょう。シスタークリアです。あり、ありありあり。じゃあその感じで、4つ目、ニュイソシエールの後ろに怪しい影。ああ、どういうレベルなんだろうね。どういう感じなんだろう。怪しい影、まあ、物によっては気づくかな。ねえ、ここで。八代先輩の例え話が全て野球。あ、なかなかね、まあ、イレギュラーバウンドぐらい難しいね、うんうん、このお題はなかなかショートが取るの大変だからねみたいなノリ6番目、
早馬が急に関係ない話を挟む。これマリンちゃんに申し訳ないんだけどさ、うん、はい、マリンちゃんだったらしそうだからこれもあんま気づかなさそうなんだよ、うん、まあ、そうなんだ、本当にそうなんですよ、ね、今本当に今思い出したんですけどってあの言えばね、もう何でも許されるよ普段からそんな感じだからでもそれとかいいとこだよね、そうなちょっと攻めるか、あまりにも関係ない話でしょ、うん、めっちゃ関係ない話、わかりました、うん、じゃあ2人もちょっとなんかちょっと乗るわ、乗ってください、うん、はい、じゃあ7番目、台本のオープニングの量がありえないほど長い。いつもどれぐらいなんですかね、オープニングってね。まあ長くてまあ30秒もあれば10秒、うんうん、ね、そうだよね、ありえないから3分ぐらい1枚目ぐらいで終わるような気が、番組まるっとオープニングとかやばいかもしれない。8番目、ゆいちゃんのお水だけ高級品。おお、これ気になるね、うん、これラベルとかで分かっちゃうんじゃないの、うん、いやなんか仕込んでるっぽい、うんうん、あ、なるほどね、普段我々が飲んでる水のペットボトルに仕込んどくみたいな、あー、それは気づくのか、いやちょっとむずいよ、水は難しいよ、だって、うん、ね、喉乾いてたらごくごく飲んじゃうし、ね、飲んじゃうね、うん、俺もね、1500円の水ねゼロ円のとって飲んでたもしかしていじられてるんじゃないこれ、無料だと思って飲んでたから1500円、あー、まあ普通だなって思うよ、伝説イロハスの方がうめえなと思って、あー、気になりますね。9番目、MC 台の色が徐々に変わっていく。おー、ライティングされていくみたいな感じかな、ね、変わっていくんだ。10個目、番組ロゴがちょっとおかしい。ちょっとおかしい、もうなんかおかしくなってるみたいですよ。ロゴの後ろの馬が左右反転してるみたいですよ、クレアさんの頭上に。あ、ここにいる、そうそうそう、左右反転でもこれ無理だろ、分からなあかな、私たちも気づかなかった、これでもこれは無理じゃない、なんかね、この10個をね、うんうん、細かいんですけどドッキリを仕掛けていこうということになります。10個のドッキリを紹介したところで、これからみんなで予想をしていきたいと思います。10個のうち何個ゆうちゃんが気づくか、結構10個って多いからなんか麻痺してきそうな気がする。そうなんだよ、何だったっけってなりそう、違和感を感じてる の、 あの 強烈なのが来ると些細な違和感がなくなりそう、うんうんうん、確かにね、ゆうちゃんしっかりしてるから多分途中で言わなさそうなんだよ。そうだよね、そういう仕様変更かなみたいな、うん、あ、そうそうそう、そうなんだよ、ね、そうだ、本当におかしなことが起きない限りは止めてくれなさそうだから、うんうん、ということで、みんなの予想はこちらです。はい、おおおおおおおじゃあ、八代先輩から3ですね、3、あの、まず、はい、ま、自己紹介は気づいてほしいかな、うん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 、で、オープニングも気づいてほしい、うん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 、っていうところがまず2つで、で、あと1個何か親ってなる、うんうんうん、多分衣装指定、うん、かなで、葉山はギリバレない嘘、葉山はギリバレないように、はい、いくらさんは、私は、うん、あの、多分雰囲気にそぐわない衣装指定は、うん、ちょっとって言う気がするし、うん、やっぱりねともなりそうな気がするから、うん、これと、はいはい、うんうん、あとはオープニングの量がありえないほど長い、うんうん、あとはね、なんか我々 の、 その自己紹介だったり例え話だったり、うん、関係ない話を挟むっていうのに何かしら気づいてくれそうかなっていうので、確かに確かに、それで3です。確かに確かに、タイマーは、いや、同期なんで、はい、全部拾ってほしいなっていう、さすがにじゃない、ゲットしてます、ちょっと頑張ってほしいなと、頑張りすぎだろ頑張りすぎでしょ、ちょっとこう願望も込めてね、あー、なるほどね、基本的観測ってことで、はい、はいはいはい、こんな感じでね、じゃあそれぞれこんな感じで出ましたが、はい、結果はどうなったんでしょうか。ミミコシエルはどのくらいドッキリに敏感になっているか、ドッキリわーはい、最初のドッキリは何、ユイソシエルはどれくらいドッキリに敏感になってるかドッキリです。あ、いや
素晴らしいですね。嘘、いつから、え、今日、まあ、今日、まあ、今日だね、今日だね、うんうんうん、私だけ台本がない。なになになに、実は今先週放送された3本目そう、あ、違う、あの、うん、実は、はい、実はですね、先週放送された、うん、あのシャープさんですね、うん、ニュイちゃんに10個の細かいドッキリを仕掛けておりました。10個、はい、10個、思いつくの何個かあるけど10個ない、うん、いや、それでね、ドッキリの番組の MC だからは気づくんじゃないかってことでね、はい、あの我々が3人がね、ニュイちゃん何個気づくかをね、うん、ちょっと予想したんですよ。10個もあったの、はい、どうだろうね、ニュイちゃん気づいたかな、楽しみですね。何個か怪しいのもあったけど。お、怪しいのがあると。なんだなんだ、なんでしょうね。え、まずなんか私だけ控え室ずっと一人だけいて呼んでもらえなかったのって、これは仕込みですね。なんかあまりにも長かったから、いや、ただ単に我々に説明する時間でしたね。それだけだった、はい、あと VTR 撮ってました。 あれドッキリじゃないんだ。そう、いや、本当に些細なことですよ。八代さんがバカみたいにガチャ引いてた、それね、言うと。でもね、あれね、そう、引っかかったね。それね、それ普通。普通なんだろうな。いや、これドッキリにしては八代さん普段すぎると思って。そうそうそう。え、めっちゃ冷房寒かった。いや、違うんだよな。え、わかんない、何、あ、なんか聖職者衣装がいいですって衣装言われて、なんでかわかんなかった、それは。お、正解、これもう正解だよ。それレベル、何それ、それレベルです。え、クレアさんがなんかずっと絵描いてた。それは、我々異常者だから。我々おかしいからね。だって本当にもう普段の方がおかしい。もう今ハマってるんで。ハマってんだ。ずっと止まることなく書いてあったから。これをちょっと不況したいな。これね、目の位置調整。あと全然わかんない。あと9個もあります。嘘だ、ないよ。3撮ってる時に、うん、なんか今日変だなって思ったことだね、うん、なんかめっちゃオープニングトーク長いなとは思ったけど。それ何それ。2つ来た、2つ来た、来た、私なんかやけに今回オープニングトーク長いなみたいな。そういうの、そういうの、いいよいいよ、あと見てるよ、あと8つ、もう出ないよ。周りのものとかね、うん、なんかね、見てないよ周りなんて。さてさて、もう出ない、無理、無理ですか、無理、じゃあ、まあ、まあ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 、まあ、種明かししますか。なるほど、答えは2だったということで、うん、はい。マリーちゃんかけてるな。かけたんだよ、大きな絆。俺が3つ、クレアさんが3つ、あやまが10、はい、いやちょっとね、同系の期待が申し訳ない、ちょっと答えられなかった。惜しかったね、我々はね。だからあと1個絞り出してほしかったんだ。なんとかなんとか出なかった。出過ぎちゃったか、ちょっとね、ちょっと絵とか描いちゃって、もっと攻めればよかったな。僕は言われたらわかんのかな。多分ピンとくると思うよ。ほんと、まず一つ目、うんうん、後ろのあれ見てほしいんですけど、はい、差し入れがご飯、あ、見てない、差し入れが。普通ありえない、うん、あ、本当、普通にお弁当食べちゃってたからお腹空いてなかった、あ、見てなかったってことですね。見てなかった、なるほど、そっちに意識いかなかった、はいはい。で、2番目は、正解の、雰囲気にそぐわない衣装指定が入る、うんうんうん、あー、そう、これかよ、言ったやつ、ね、なんでだろうと思ってた、はい、まだ来てるし。可愛、ね、いから、着替えらんないから、ね、で、次の3番目が、うん、クレアさんの自己紹介がちょっと変、あー、なんかそういうお茶目な感じで。そういう日もあるかと。やっぱそう、はーい、神玉、今日も臨時お会いしましょう。神玉、クレアです。したけど分かんなかった。そして次なんですけど、うん、ちょっとニュイさん、はい、体傾けたりとか。え、何、4番目、ニュイソシールの後ろに怪しい影がある。何、キモい、キモ
いたんですか？ずっとです。え、嘘？ずっといました。え、シャンさんからいたの？怖っ。ずっといました。ずっといました。怖っ。え、嘘？全然分かんなかった。次、俺、八代気づくの例え話が全て野球。え、でもなんか八代さんって大体いつもそうそうそう、そうなの。予想ね。ずっと言ってたよ俺。ずっと言ってた。まず挨拶二刀流でいきますとか。あ、言ってた。あとあのキャッチャーとピッチャーで、ね、バッテリーで、であのみんなスタッフはチームメイトみたいなもんで、あ、言ってた。ところどころオリバーのあれで、いや臭いところ投げるわ、いやコントロールがとか。なるほどね。なんか甲子園終わった後だから引きずってんのかなと思って。さすがにあんなこすんだ。150球投げた後みたいなね、みたいな。ずっと野球ネタで絞ってました。そこまで感じなかった。そうそう、いやこれはね、自然で。自然すぎた。自然すぎた。そういうこともあるかっていう。そう、次が、うん、葉山が急に関係ない話を挟む。いや、これ分かってほしかったな、じいちゃん。もうでも割とこれの予想通り。ちょっとラインがギリギリすぎるな。そういうことだったんだ。なんかありのまま受け入れすぎてる。全肯定だもん。そして次、はい、台本のオープニングの量がありえないほど長い。長かった、うんうん、そう長かったですね。あれはもうそういうことです。今までの 5,6 倍ぐらい喋ってた。ーオープニングトークが長かった。あ、まあまあそれは確かに。次のドッキリなんですけど、はい、ニューイの身の回りにもドッキリが仕込んであるんですけど。は、何、え、わかんないわかんないわかんない。もうすでに触れています。もう触れてる。じゃあ茶か水か、うん、え、私飲んじゃった。水に関する。どうでしたか今日の水は。めっちゃ水飲んだけど何にも。めっちゃ飲んだけど。正解はですね、ニューイの水だけ高級品。え、そうなの、はい、わかんないよ。そんな、いや普段ね、普段のペットボトルのね、あの水よりも実は高級な瓶の水の違いは分からない。入れ替えてね。飲み比べたんですけど、我々も分かった、分かんない、わほら。なんかちょっと涼しい感じがする。ちょっと違うぐらいなんだよね、うん、あ、そうなんだ、全然分かんなかった、ね、そして兄さん、あと2つは画面上にあるということで、これぜひ当てていただきたい、うん、そうですね。え、あれ光ってる、何、台、なんか、え、何はい、ということで9番目のドッキリが MC 台の色がちょっと徐々に変わっていくドッキリ。最初から買った MC 台がどんどんライトアップされていきましたね。はい、皆さんお気づきだと思いますが、気づかないよ。なんでこんな分かんないやつばっかり。はい、え、ゆっくり変わってたのこれ。台本見てるよ。それはそうですね。そしてまだ最後のドッキリは、え、今自分にがっかりしてる。こんなに分かんないんだって。いやでもこれ分かんないよ。本当？正解は番組のロゴがちょっとおかしい。え？お馬さんの向きを見てください。あ、向き違うのこれ。そうなんですよ。そうそう、右向き。あー確かに。そう、でもこれ分かんないよね、うん。そこまでじっくりロゴを見ていなかった。あー、これは残念だ。難しい。さすがに分かりませんよね、これは。ちょっと私がおおらかすぎて細かいところに気づけなかったというのは。多少の間違いは許すみたいな、ね、寛容さ出ちゃったか。いいですね。寛容さが出てしまいました。いや、分かんないよ。まあ、正直きつくないのはね、うん、いくつかあったよね、うん、いや、まあ多少違和感あったけど、うん、なんか全然引っかかるほどのものじゃなかったな、うん、許しちゃった全然。そういう時もあるかみたいな、うん、ジャブみたいな内容良かったからね。八代さんもまあ別に野球ハマってる時期だったし、甲子園終わったのに、うん、ちょっと、うん、ちょっと枠出るぐらいだった。そう、うん、クリア様もまあそういう挨拶する時もあるか、可愛いなみたいな、うんうん、まあ、マリンちゃんもそういう会話する時あるよね。そうだよ、そうなんだよね。俺もね、うん、今ドッキリ言ってんだろうなと思ったけど違和感なかったんだよ。あ、なんか、うん、普通に普通に受け入れちゃった。飛び込みすぎた。わー、まさか引っ掛けられる側になる。いや、まあ、割と警戒はしてたけど、うん、警戒してたんだ。警戒してた。だって控え室で待ってる時めっちゃ警戒してた。あ、まあそうだよね。なんか怪しいよね。そう、なんか怪しいと思ってたけど、まあ、警戒しすぎちゃったがゆえに、うん、別のところは気になっちゃったみたいな、ね、そう、そうだね、しょっぱなガチャ引いてるから、うん、そう、これか。すごい異常な盛り上がりが見えてる。長すぎるなあれ。いや、ちょっと引っかかっ、そっちに引っかかっちゃった。なるほどね。わあ、
ということで最後の最後に引っ掛けられたんですけど、はい、まあ、最後まだ、ね、我々見る側としてドッキリまだラスト1本あるらしいので、はい、続いてのドッキリに参りましょう、はい、まずはこちらの VTR をご覧ください、はい、海瀬の何股や変な動き実は全てカブラキの指示でいやいややっていたドッキリというわけで、ドッキリ仕掛け人の海瀬四葉とカブラキロコです。カブラキ、一応ね設定をお話しすると、はい、カブラキは、まあ、収録なくてもこう海瀬がこう 3D だったりなんか何かしらお仕事があるときに、うん、まあ、ちょいちょい来てこう、うん、なんかブレーンというか裏プロデューサーみたいな、ね、ここでこう動けみたいなねみたいな感じでこう、まあ、メモを取りながらこう指示とかを出してくれるという設定でになっております、うん、まあ一応本当にねあの多分こんなことをしてるやつはいないし、いやそうそうそういないし海瀬自身もこれはまあ普段から、まあ、指示されてやって指示されてやってるわけじゃないっていうか、まあ、だからその日頃から、うん、なるほどね、溢れてしまう。なるほど。まあ、これから二次三次アクション王という動きをね生かした偽番組の収録をするんですが、はい、カットがかかるたびに、まあ、こう海瀬に対してカブラキからなんかこう指示とかダメ出しを逐一受けます。でそれがなんかこうコーナーが進んでいくごとにどんどんエスカレートしていって、うん、ついに海瀬に限界が来てという内容のドッキリとなっております。でも正直さ序盤のさ、うん、海瀬のブレーンとしてあ登場が、ね、いつも指示を出していますっていうそもそもの話だよね、うん、あまりにも露骨だからその時点で結構やばいんじゃないって。だって海瀬たちがないって分かってるってことは他の人もないって分かってる、うん、そうよそんなことあるわけないんだけどね、うん、そう私あとなんか、うん、そもそもこううちらさ昔からふざけて生きてきてるからなんか本当にゲラゲラ笑えないかが真剣にダメ出しを受けてさ何言ってんだよまとまっちゃったやばねさん優しい先輩だからな。いいなんかね、その服と合ってきて確かにやりたくないって苦しいみたいな止めてくれそう荷物多いね。はい、やりますか。カブラキロコと洗います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。すごいそんな慣れた。嘘だ、まあ。今日はよろしくお願いします。すみません。ごめんなさい。何が？ありがとう。うん。なんだ？ちょっと何が？誰に？そうなんだよね。あ、オフレコではお願いしたいんですけど。うん、難しいですね。作家じゃないけど、作家じゃないけど、ブレーンじゃないけど、そのアドバイスというか、そう、もともとそういうのが得意で、結構そういうのやってくれてて、ね、みたいなので、ね、ちょいちょいこう、これやるときは、動きあるときとかは結構なるべく興味してて、お願いいたします。隅っこの方で見てると、タックで動け二次三次アクションイエーイ。というわけでタックで動け二次三次アクション王は二次三次内の新たな化学反応を発掘する新番組だそうです。 YouTube ショートや TikTok、X、旧 Twitter などのプラットフォームで切り抜き動画としても公開されるそうです。はい、今日初めてガチで喋ったよね。よつはちゃんって結構動きが独特なところがあるんじゃないかなって思って、ちょっとやっていこうか。はい、イエーイ、行くぞー。結構早いのかな。はい、オッケー、それ行きましょうなところがもうとりあえず、あ、はい、まず入りの動きなんだけどさ、うん、全然先輩に負けてるから、うん、なんかちゃんと動いてしまって座ってるシーンでずっと足閉じてるじゃん。あ、確かにそうだったかな、うん、よく、あ、ごめん、使っていけな、うん、ごめん、うん、私途中で先輩が振ってくれたじゃん、動きが独特だよねって、うんうんうん、その時になんでもうちょっと動けなかったか、確かにちゃんと振りにね、じゃあ、はい、うん、ありがとう、ありがとう、頑張って、頑張った、応援してる。来まし
最初の種目は揃えて維新伝心アクション。このユニット出題されるお題からイメージされる動きをして、うん、同じ動きをできたら1ポイントゲットということで、今ちょっともう青やウィーファーがやばいんですけど、最初のお題からお願いします。日本3、2、1。あ、お茶か。なんだろう、なんか日本って聞いて最初に思い浮かんだのが国旗だったから、なんかなんだアメリカでも急がない。確かにね、全然行かないよ。私が悪かった。全然行かないよ。この手3、2、1。カンニングした。これ入るかな。チラッて海先カンニングしてないよ。ちょっと、確かに、これ怒りどころ、怒りどころ、怒りどころ。動きとかじゃなくてね。でこの後ちょっと細かいとこ行ってくけど、うん、まず開幕、まあ、足開こうとしてたのかなとは思ったんだけど、うん、甘い、迷いが見える。あ、迷ってる場合じゃないんだよ。迷ってる場合じゃない、うん、どこでバズるかって言ったらさ、面白いスクショを撮られてバズることが一番多いわけじゃん。全然激しい動きしてる感じじゃない。絵で見た時に全然激しい動きしてる感じじゃない。先輩の国旗めっちゃ面白かった。絶対ああいうの学んだ方がいい。やりづらっ。残すっていう意識を持ってってかないとやばいからね。じゃあ、うん、あ、これどうなるか。でもあれは判定がね、ちょっと厳しい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 。割といつもああいう感じなんで、うん、あ、そうなんだ、うん、まあ、申し訳ないって感じで、うん、空気を下ろして大丈夫だった。全然、まあまあ、大丈夫だよ。こういうところで言うのもあれなんですけど、なんか 3D の公式番組に呼ばれると毎回結構ガリマタさせられるの、うん、女の子なのにみたいなのが結構あって、今アイドルカラオケコラボとかよくやってるんですけど、なんかそういうのでやりたいなって思ってるのに、面白いのを撮るべきか、やりたいことを撮るべきかみたいなめっちゃ思うんですけど、え、でも面白いとアイドルは全然両立できると思う。思うよ私は。そのコントロールはできるようになった方がいいかもしれない。MC ではこうしとくけど、なんかダンスパートでいきなりこうシュッてこう華麗になるみたいなね、ギャップがあったりとかしたら。確かに。あ、あ、そんなことが。続いての種目は難問エクストリームジェスチャー。イエーイ。時間3分で何問正解できるかに挑戦します。スタート。はい、声出ちゃって。なんかそういう機械のこういうやつ、あのダンプ、ショベルカー。はい、次。ずっと内股だったじゃん。あそこで15回はやれたよ。ガニ股に。あ、そうですね。まあ私ガニ股に大事なの何だと思ってる。かっかこう開けるみたいな。違うでしょ。メリハリじゃん。開く閉じるのさ、コントラストがおもろいわけ。あの、うん、先輩どう思います？あ、すみません急に振っちゃって。もう一回って。開く閉じる、開く閉じる。このガニ股でバズれると思います？この遅いっすよね。ちょいやれるっすよ。X 舐めてる。そもそも X
スに対する敬意も何も足りてないし、X でバズろうっていう意識が足りてない。X を何だと思ってるのか全然わかんない。本当にさ、バズろうと思ってる？ガニ股とメリハリ。閉じて、はい、開く閉じる開く閉じる。ガニ股メリハリ。ガニ股メリ。遅いよ、遅いよ。ガニ股メリハリ。ガニ若林先輩見習いな。なんでガニ股メリハリ。ガニ股メリハリ。そうそれ、はい、マジ絶対忘れないんだよ。もうライバー人生かけたよな、ほんと。はい。ついに言葉知るパッション一分間フリー演舞。あんなのやってんのにこんなに与えられたテーマは1分間で自由に表現してもらいます。しかし、はい、もちろん喋るのは NG。 動きのみで表現をしてください。リセットちゃんの1分間フリー演舞スタート。ベーダ、これちょっとわかんない。わかんないだろこれ。これはあとちょっとだ、あとちょっとだ。はい、終了。いや、すごいよく動くね、そんなに。反省しちゃったよ、ちょっと。ハロウィンの日に最前列を取ろうとするゾンビダンサーこの回答も何アイドルにしてはちょっとガニ股が多かったかもしれない。この動きで完全にゾンビやってるって思って。確かにこれがね、手がこうなってこれ一旦止めます。はい、何か自分的にはどうなの？結構今開いて飛んだりとかさ。もっとやれたじゃん絶対。いや、そうだけども、結構ほら、収録も今頑張ってるしさ、やってる中で。いや、もう子供じゃないんだからさ、そうだけど。そこでいかに自分を見せるかっていうところがさ、ね、メインなわけじゃん。え、そうですよね、先輩。うん、そう思う。そうですよね、やっぱキャラをどれぐらい出していくかって話じゃん。で、ハピにはもうガニ股しかないから、絶対。うん、そこをいかに出していくかが、まず一番絶対大事なの。え、ですよね、先輩。うん、そう思う。ほら、先輩がそう言ってるってことは間違いないから。だってハピーのために言ってんだよ、カブラキはずっと。やってないのになんかそんな言えんの、どうなの。いや、それは言ったらおしまいじゃん。そんなこと言ったらさ、もう全部そうじゃん。固まっちゃった。え、ちょっと一瞬休憩取っていいですか。え、ちょっといいですか、すいません。なこんなことお願いするのは本当申し訳ないんですけど、ハッピーが多分今めっちゃ自信なくしてるっていうか、すごいなんかどうしていいか分かんないみたいな感じになってると思うんですよ。なんで、なんだろう、元気づける的な意味で、そのハッピーが戻ってきたら一緒にガニ股で迎えてほしくていいですか。私のガニ股で絶対勇気出ると思います。なんか本当一人じゃないんだってやっぱ思ってほしいから、その赤羽先輩しか頼れなくて、いいですか。分かった、頑張ってみるね。はい、うん、かわいそうだよ。ちょっと感じです。めっちゃいいです、めっちゃいいっす。というわけで、大変申し訳ないんですけれども、ドッキリでございました。ドッキリでございました。全部ドッキリなんですけども、はい、正直怪しく思う面などはありましたでしょうか。結構でも終盤の方まで分かんなくって、はい、あ、ロコちゃんってこんなに厳しめなの。これカブラキの今日の高評価が上がる。初対面なのに。なんか問いつつ、ね、ガニまたの時なんか結構前のめりに一緒にやってくれてたじゃないですか。あれはなんか単純になんか面白いなって思って、そういう練習方法取ってるんだって思って。よつまちゃんってすごいめっちゃ練習してるんだって。完全にガニ股を練習してるって思ったってことですか。そう。はい、というわけで、大変申し訳ありませんでしたが、赤羽先輩は最後まで気がつきませんでした。イエーイではないんだよね。はい、
だったどうだった分かんないけどでもなんか、うん、途中で本当に気まずそうにしてらっしゃったからそうなの本当に気まずがられてる本当にごめんって思いながらでもさごめんって思うってことさ、うん、イケてるってことでしょそうつまりイケてるってことイケてたんじゃないうちらイケてるってことうちらイケてるでも余裕ってことイケてな気はするの、うん、上手だよそうだから、うん、これ一本やったやんやったもうべちょべちょめっちゃいいってことだよね触らないでほしい今しっとりしてさこの足とかがさもうやばいやばいって感じもう汗ちょっと拭かないとやばいけどこれいけるのかな店というわけで続いてのドッキリは海瀬四葉のガニ股や変な動き実は全てカブラキロコの指示でいやいややっていたドッキリです続いては小野町さん、フレンさんと3人で番組収録に臨むという形になっておりましてどちらか1人でも気づけば終了という中でレベルいくつまで気づかれないかを皆さんには予想していただきます段階がねそして予想していただくレベルはこちらになってますレベル1がかぐらきPとして挨拶、まあ、さっきと大体流れは一緒ですねでレベル2がオープニング終了後に軽めのダメ出しでレベル3でさらにダメ出し、うん、そして海瀬が実は嫌だとその引っ掛けられる側に相談する、うん、でレベル4でダメ出しで現場をピリつかせる、うん、レベル5で海瀬が飛び出す&ガニ股で出迎えてもらうよう言うで、まあ、あとは最後まで気づかないという形になっておりますそれでは回答を皆さんお書きくださいいやーよさぴが切れて帰った後踊ってる、違うポーズ取ってる赤羽さんが面白すぎる。めちゃめちゃ面白い。未だに気づいてる。あれがちょっと面白すぎる。喧嘩で飛び出した。だって意味わかんない流れ。意味わかんない。本当に意味わかんなくて。でもさ、どうしたらいいかわかんなくなっちゃって、ポーズ取る時間できなかったんだね。そうそうそう。で次がね、2人ということなんですけど、はるちゃんとフレンですけど。なんか割とマジであんのかなって思わせるぐらいの演技感はそう確かに上手だったそう明らかにカブラギはなんか変なこと言って、うん、気づかせる動きはしてるんだけど、うんうん、そもそも最初のプロデューサーとかやりえない設定を飲み込んでしまった時点で確かに最後までもういっちゃう感じがするね、うん、最初にその設定を受け入れちゃったらもう厳しいかもしれない確かにな最後までいっちゃう気がする、うん、それでは皆さん回答の方が出揃いましたのでフリップの方一斉にオープンみんな最後まで気づかないということでこちらも単勝1倍台になっちゃいましたけど帰ってもらえたら負けになってないねちょっと賭けに出ればよかったこれはもう皆さんさっき言った通りのような理由でっていう感じですよね、うん、そうですねそれでは正解 VTR の方をご覧くださいどうぞあ、そうですかわいいありがとうございますえ、かわいいめちゃくちゃかわいいそう、結構レアだな確かになかなかないこと来た来た来た はじめまして、カブラキロコとあ、ロコちゃんだどうもですよろしくお願いいたします今日も多分ちょっと隅っこの方にちょっといさせてもらうと思うんですけどえ、なんでなんでなんでなるほどそう、なんかあれだよあれこのパンだ、なんかキャラクター作りとかが得意なんです結構なんかそういうのをやりたいみたいなのがあって、うんちょうん、こう収録あるときは行けるときはなるべく行くようにしてみたいなのを、はいまあ、こうちょっとディレクション裏にいるのはあの、あ、言わない言わないお願いしますお願いしますトリオで動けニリバンジアクションが囚われ、うん囚われるですね囚われたんだ囚われますね、うん、助けー助けてーヒュッツル動物みたいな感じにゃーかわいいやっていきましょうかかわいいあーおーはい、いたと思います、はい、とりあえず感が出ましたねおっちょっといいうんうんうんちょっと悪いうんうんずっと小さいかなってのと、まあ、もっとやれたよねって感じで、まあまあ、どうしたらよかったんだろうなっていうところはちょっと自分で考えてほしい、うん、
最初だからビビってたもん、そうですね、結構難しそう、エンジンかけてってくれると嬉しい、ちょっと次から比較的全部かわいい、山がいる止まらんないで最初の種目は揃えて一心伝心アクション、四つハピちゃんって動きがすごいイメージがあるかもしれない、はい、うん、いやいや、あるあるちょっとね、ちょっとすごかったよね、なにこれだけちょっとこれすごいね、すごいなんでしてるってこと、やめとけポイントみたいな、動物園何わ、アワドリアイレントルソハピ、してくださったりとかしてたじゃないですか、そこを乗っかってもっと動けたはず、プレー先輩、あの動物園のところすごい面白くしていただいて、そうね、そんな楽しくやろうし、私あのさ山口先輩のハッピーのモノマネの方がおもろかったよ、ハッピーより、本当に見習った方がいい、ちょっと考えてな、一緒によ、一緒に見習わせていただきます、いいよいいよ、いいよ、すいません、本当あのうちのハッピーをお願いします、ウエスト見てたんで、まだまだウエスト見てた、見習わせていただき、もう全然なんですけど、はい、なんか3人で仲良くやろう、お願いします、みんなで仲良くやろう、次20回ね、20回でやって、絶対はまた絶対ね、はい、うん、気づいてほしいんだろうな、明らかに明らかにおかしくなる、そう、明らかにおかしいし、あれです、ちょっと申し訳ないっていうか、大丈夫ですか、大丈夫、そう難しい、なんか面白くしたらいいのか可愛くしたらいいのか分かんない、ね、難しいよね、難しいよね、そうプレッシャーあるよね、どういやなんかそれこそあのこうおもろいのと可愛いのと全部やった方がいいのかなとか思うと、うん、でもジェスチャーで面白くしろって結構難しいよね、うん、しかもかシンキングタイムないし、微妙な塩梅がいい、うん、ね、なんかなかなか気づけない、かわいい、かわいい初めて見たときめっちゃ羨ましいと思った、本当ですか、めっちゃかわいい、すごいかわいい、ね、続いての種目は難問エクストリームジェスチャー、はい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 、椅子映画関係、行ってみましょう、はい、はい、いただきました、はい、ケロリやば、ケロリやばってなんだよ、そんなことあるかな、ガニマト3よ、20って言ったじゃん、お題に言うと難しい、いや全然さ映画館とか座るしいくらでもあったじゃん、ケロリもやる気ない、いやそういうわけないけど、でもなんか、うん、見えないんだよそのガニ股への情熱が、し、あの最初の方にさ可愛いって言われてさちょっと照れてたじゃん、喜んじゃダメだよ可愛いで、面白い目指してるんでしょ、だっていやまあそう、いやまあ別にか、まあ、そうだね、すいませんすいません、山案件すいません、本当あのお話ししてる最中ね、あのハッピーネの可愛いっていうのやめてもらっていいですか、ちょっとあのそっちの方も言ってくれないから、いやでもだからそっちじゃないじゃん、だってじゃあ面白いって、そうそうそう、面白いの方でできればすいません、本当そう言わせ、まあそうなんかちょっとやって今、何をガニ股全力いやでもやってるけどそれをさ
何でカメラ回ってる時にやらない。もうやるましかなかった。あったじゃん、いくらでも。そうかもしれないけど、いや、ヘラヘラしてる場合じゃない。え、全然先輩の方ができてるから。 OK です、頑張ります。ね、次ラストだからね。分かってる、本当に。はい、分かってます。頼むよ、マジ。はい、OK、 ありがとう。うん、爪痕をね。最後の種目はホットバスでバージョン1分間フリーエンブー。イエーイ、めっちゃ動いてるぞ。また四つハッピーちゃんの1分間フリーエンブースタート。頑張れ。可愛いと言わないことができるんだろうか。あ、海瀬海瀬こうやってなんか出てくるところだよ。はい、終了。なんだ、すごいリズミカルに動いてくれてたな。一個だけまだこれなんだ、これ何、マリオのイカにしか見えない。海で歌って踊るアイドルを見る。そうだ、場所だ。海なのかも。それでは続いて小野町さん、一回お題の確認いきますか。はい、頑張ります。ここで一旦止めさせてください。ちょっと水だ、水いいですか。どうぞ。新しい予想のポーズ。これ何ちガニ股当てたの、さあ25秒しかなかった。いや、35秒無駄にしてるよ。でも全部でやったら伝わらなくない？いや、こんなんです。言って当てさせるやつじゃなくて、いかにその時間の中で面白い動きして覚えてもらうかってところじゃん。面白くする方のさ、比重がでかくなっちゃダメなの。ですよね、先輩。かわいい。面白さ大事ですよね、やっぱ。大事、うん、かな、うん、じゃあ大好きだ私これ。その程度なのかな。これマジすごい楽しかった。そんなに痛かったこれ。ガニマリオの全然伝わらなかった。え、その先輩方のガニマタへのなんか熱意みたいな感じました。全然なかった。逆にやったらめっちゃ面白いけど、うん、どういう私 3D ショットもらえる時にガニマタでうちら日本のてっぺん取ろうって言ったじゃん。勝てねえよ。そんなに言ったのマジ。この間まだ勝手に言ってるだけじゃん。確かに別にいいよ、そんなさやりたくないんだったらさ進めるかも。だからね、あ、いや、ちょっと、すいません、ちょっと大事な話、すいません、すいません、ちょっと大事な話してるんで、ちょっと、ちょっと一瞬、可愛く洗ってきていいですか。すみません。ハッピー。もう、お時間取らせてしまって、なんか、見せてしまって。お互い真剣なところがね、伝わるから、私はすごい頑張ってるから、お気に入りになるやつ。言い過ぎちゃったかなとは、ちょっと。お菓子食べな。出るんで、ありがとうございます。ハッピーを励ますのを手伝ってほしくて、全員でガニ股で出迎えたらそういうのじゃないと思う。そういうのじゃないと思う。一人でやらされてるのが多分すごい嫌だと思うんですよ。いや、一旦ガニ股ガニは一回だけいいですか。すいません、本当先生お願いいたします。めっちゃやってるし。ちょっと限界一回、あー、そんぐらいか。あ、ありがとうございます。そんぐらいか。そんぐらいで。ドッキリ大成功。ごめんなさい。ごめんなさい。やったー。いきましょう。どうしますか、ルイさん。思った、うん、こんなわけないよと思って、はい、というわけで、全くブレインでも何でもないし、こんなに嫌なやつじゃないし、いや、そんな、そんなわけないよなって思っただけで、怪しいんだポイントみたいな、変だなって思った時とかって露骨すぎる仲間もあったけど、もしこれが毎回やってたら大丈夫かとは、うん、ただ心配をしてくれていた。心配はめちゃめちゃ最悪。この後ご飯とか行けたら話聞いた方がいいかなこれ終わった後ご飯誘おうどっちもって思ってた。ね、めっちゃ悔しい。なんか私ドッキリいつかかけられるだろうからめっちゃ構えとこうって思ったのに全然分かんなかった。というわけで小野町さん、フレンさんは最後まで一応気づかない。なぜか気を使ってくれる。気を使ってくれる。怪しんではいた。はい、というわけで正解は怪しんではいたが言及はしないでした。よーし、やっぱりね当たったぜ。いやー、みんなじゃあ正解ということですね。はい。いや、
つ、まあ、突っ込むのでギリギリか。いやでもね、いやむずい。どうですかね、皆さん実際やられたら言うかな。いや俺、うん、ドッキリっていうあのこういう番組をやってるんだったら、うん、ドッキリと思うかもだけど、今回初めてだからね、うん、いざやられたら、うん、ええってなると、確かに何っていう、そうそうそう、なんか怖くない、これドッキリだよねっていうの。俺も言うって言えるか、怪しいレベルだよ、ね、気まずい系ちょっとね、うん、やっぱ言い出すとちょっと気まずいかも系はやっぱ言うのむずいんだね。クイズとかだったら、うん、はぁとかって言えるけど、うんうん、人間関係だから、人間関係、なんか VTA ってこうなんだみたいな、そう VTA ってこうなんだって思いそう。日本のてっぺん取るつもりなんだ、ガニ股で、ガニ股で、あ、すごいなみたいな、すごいアプローチだなみたいな。ちょうどいい塩梅ですよ、うん、なんかね、時間感じなのか、うん、いや、どっちなんだろうって、ギリギリの笑いを上手だったな、うん、ちょこちょこ変なワードを散りばめて、ね、あ、そうそう、ちゃんとね、気づいてほしかったんだよね、うん、そうそう、調子悪いの4文字がずっと頭にこだわってる、調子悪い、はじめの入りが調子悪い、うん、あれいいよ、あれよくない、マジコーチなんだよ、リアルなコーチとなった面白いな。はい、というわけで今週もいろいろなドッキリを見ていただきましたが、いかがだったでしょうか。皆さんはね、2週続けてやっていただきましたが、いろいろあった、まあ面白かったっす ね、 面白かったですね、うんうん、最初なんかドッキリってどうやるんだろうと思ってたけど、案外ちゃんと本当に面白かった、ちゃんとガチドッキリだったね、うんうん、確かにね、なんかあのやっぱバネさんかな、いや優勝、本当に全カット面白かったもん、呆然と立ってるだけで面白いし、何回も見たい、一人一人だから、ね、1対1だからこそ生まれた、うん、あの空気感みたいな、そう、話せないからね、うん、他の人と、あの佇んでる感じが、そうそうそう、どこでスクショ撮っても多分面白い、どこでスクショ撮ってもあれマジで面白かったわ、ね、やっぱみんな沈黙になるとちょっとガニ股一緒にしましょう、とりあえず一緒にやる、俺も私もやっとくみたいな、やるかみたいな、もしかしたら自分もいたらそうやってたかもしれない、もしかしたらね、またこういった番組があって皆さんが引っ掛けられたりとかするかもしれないですから、あるかもしれないですね、皆さん心構えはしておいていただいて、はいはい、怖いわ、心構えしといてもフレみたいに分かんないことあるから、うん、はい、それでは2時番9月ドッキリダービーいかがだったでしょうか。そしてこの後すぐ2時3時公式チャンネルメンバーシップ限定でこの4人でのアフタートークを公開いたしますので、そちらもよろしくお願いします。それでは10月の2時番もお楽しみに、さようなら、ありがとう、さようなら。